おはようございますす西田渡です、えー、2月の6日日曜日というところで、ね、いかがお過ごしてでしょうか全然収録でねちょっと面白い記事が上がってたので早速ねすぐに収録しようと思って、えー、やり始めておりますというところでね全然録になります1日2本配信しないように気をつけていこうかなと思っておりますでえー、と本日日曜日なんですけども今日はこちらのサブチャンネルとメインチャンネルを出させていただきますメインチャンネルは何だったかな っていうところえー、っと、えー、2月6日なんでえっとこですね僕最近かなりいろんなカメラがこう入れ替わっておりましてそのスタメンカメラをね皆様に発表しようかなっていうかね解説なのでこう今まあ僕年間2年間ぐらいで、ね、30代から40代ぐらいカメラ使ってきてるんですけどもその中でやっぱり、えー、残ってきたカメラっていうのは本物だよねっていうところで誰かが Twitter でしたから YouTuber が1年間 その機機材材を使ってたたら本当にいい機材みたいみなねなるほどなと思った次第でやはりこれだけ僕自身もやはり皆様に機材を紹介しているとこれはこういうところがいいあれはああいうところがいいっていうところで常々ねこう組み合わせが複合的に変わってくるんですよね。そう考えた時には、うん、やはりね1年以上こ,この防湿庫なり使用してたりっていうするカメラっていうのはやはり安定しているんだなっていうふうに思っている次第なんでこれからも僕が R3 がどこまで残っていくかとかねこれもやっぱり R1 が出てくると また全然話が変わってくるということでね本当にいや面白いですよね。なので本当に僕も本当カメラの回転率が上がったなってしたい。まあこれもねやっぱ YouTube やったからこそまあ楽しいからねどん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 新しい機材とかも含めて、えー、使ってみたりってねそして皆様にも紹介したりっていうところですごくね本当人生でも一番今張りのあるカメラライフを送っているのではないかなと思ってます。写真集もね3ヶ月に1回出させていただいたりっていうところでね。 wnpc 西田航フォトカレッジのえっ、ー、となんだ。今週の参戦を皆様のね。力作の中から参戦を選ばせていただこうかなと思っている次第ですね。はい、というところで今日なんですけれども、キャノンルーマーの情報ですね。まあ、cr とか特に書いてなくて特許の情報です。まあ、えっ、ー、とおそらく2022年の年末。 2000うん、そうですね12月ぐらいをメドに,に、まあ、半導体落ち着けばですけれどもえおそらく R1 要はフラッグシップ機ですよねキ n ノンの R1 が出てくるんじゃないかなということが予想されますその中で、うん、とやはりこの望遠レンズというところが今 EF のね64と42ー EF ねそれをまあ,すり,あすり直しっていうかほぼ光学系一緒で RF のマウントアダプターを内蔵したみたいなやつがもうすでにね去年の東京オリンピック用にチューンナップされて出てきているような感じではありますが完全に RF に特化した。 いやフランジバックとかもねちゃんと短くして特化した、えー、超巨大な白レンズっていうところはまだ出てきてないですよね実質ね、まあ、EF の64のすり直し RF の 64RF の4ニッパーっていうのは、まあ、事実上 EF レンズですから中身がねそう考えた時の本当の本当の RF の、えー ビッグホワイトっていうんですかね、でかい白短玉っていうところ、望遠レンズね、この辺はまだ現状では RF の100、500とかね、ありますけれども、まあ、あれも 1.4kg ぐらいですから、本当の意味でドカーンとね、本当にスポーツ、野鳥で勝負みたいなレンズ、R3 とかをの,のボディをフルに生かすっていうところではまだっていうところで、キャ,ンキャノンのね、その特許の情報が結構面白そうなんですよね。えー、羅列していきますと、 RF の 150600mmF56.3L、mm、150っていうところと RF の200400の F4L ですね。と、 RF 200-500F4L の200 F L この辺特許だからいろいろ出してるんでしょうね。RF の300、800、F8L っていうところでどうですか皆さんね。今、ざっと口頭で申し上げただけでもね、まあ、R3 と今後出てくるだろう、R1、ここに特化したレンズっていうところで出てくることはなんか受け合いですよね。まあ、そこにつけてほしいと、キャノンが考えている。 そこで面白いのが、まあ、僕は、まあ、RF の 150600F56.3 っていうのはそこそこ100500ぐらいのサイズで出てくるんじゃないかなってことが予想されますよね。それをちょっと後ろ倒しにした感じ 150mm で150600だけど F5 と6.3ってことはちょっと。えー 100/500の F4.57.1 よりもちょっと大きくしないとおそらく F5 と6.3のレンジで 600mm が6.3だと収まらない可能性があるのでちょっと大きそうですよねそこそこね。で特筆すべきはやはり RF の200/400の F4 と RF の200/500の F4 っていうところでこれ2個特許を取っておいて。 EF の200400そしてテレコンが入っている EF の 200400F4 ってありますよね結構でかい3 8キロぐらいだったかな3キロぐらいあったレンズでかいんですよあれ手持ちだと相当しんどいでそれを仮にですが RF の 200400F4 っていうふうにすればおそらくは2キロとか1キロ台でのコンパクトな200400の F4 が 出ててくるっていうこれだったら手持ちで、えー、と場合によってはもちろんそれで、えーとね、おそらくはめちゃくちゃオートフォーカスも速いだろうから僕の場合だったらもしかしたら100500に入れ替えて200400全然ありだなっていうねそういったレンズにもなりそうだなっていう。 小さくてね1キロ台で200-400の F4 だったら最高あと1点はこちらですよ200-500の F4L っていうところで今までの EF の200-400の F4 が大きかったそれを2キロ台2 5キロとか3キロいかないぐらいまでにして200-500の F4 を作ってくる結構でかいけどちっちゃい今までの EF の200-400に比べたら、えー 1 0 0 m m 伸びてね200500で F4 っていう固定の F 値なのに、えー、2kg 台とかこういったレンズ構成なのかなと思って想像つきますよね。非常に面白そう長玉の キャノンってやっぱり長玉作るのうまいですし特に RF の150600とかってなるとここってライトバズーカと呼ばれるシグマが一番得意としていたジャンルですよね。その辺はもうある意味100500の4.57.1で食っちゃってる部分もありますからその辺の更に150600この辺をライトバズーカ的な感じで純正でシグマがもう参入とかができないような形で。 えー、キヤノンが埋めていってる感じですよね。もうすでに出ている rf の100400の f5.68。このレンズもすごく小さいんですけれども 700g 600700グラムにもかかわらず、めちゃくちゃ写り良くてフォーカスも早いんですよね。これ僕もイルカショーとかで撮ってきましたが、まあ、r6 につけてまあ、f8 とはいえね。 えー、5.68F8 とはいえ結構撮れましたからね普通にねインスタグラムに載っけてるので興味がある方はそのイルカがジャンプしてるシーンとか見ていただけたらと思っておりますあとはこれも面白いですよね RF 300 800の300-800の F8 固定のズームっていうところでまあもう R3 とか R6 をお使いの皆様だったらね F8 っていう、えー 最小絞りがももううだんだんんと怖くなくななっっているっていいるね ISO1600 とか3200とかは、まあ、基本的にはへこたれないっていうようなねもうデータ作りができるようになってますからもう R63 あたりでね、まあ、そういった意味では F8 固定のズームっていうのもねまた面白いだろうなと。で F8 固定で RF の300-800ってことはそこまで大きくせずに白レンズだけど。 まあ F8 っていうところでとどめることによってそこそこコンパクトにおそらく今後のキャノンの長いでかい白白ズームレンズっていうのも多分2キロ台でなんとかとどめてくるような作りにするのではないかなっていうふうに思っております部材の見直しとあとはやっぱりフランジバックを短くして F 値をねなるべくま大きくというか F5.68 とかこの辺の開放絞りにも設定しま設定してしまって。 高感度 ISO 感度でカバーしていくっていう考え方でやっていくっていうねしかも増面操作 AF になってますから絞りの明るさがオートフォーカスにほぼ直結することがなくなってきたっていうねこの辺もやっぱりこのレンズ開発の上では新たな、えー、ステージに入っているのかなと思います本当にこの F 値が暗いからといって AF の精度が落ちるっていう時代じゃなくなったっていうね一眼レフの時代はやっぱり F2.8 固定の 第3弦じゃないと F4 の小3弦だとクロス即興ができないできる数が少ないとかでねもうプロで動き物を撮るってなれば必然的に F2.8 以上のレンズじゃなきゃ意味がないぐらいのね、えー、じゃないと本当にぶどまりが下がるみたいなねそういった 恐怖すららありましたからそれで僕もねライブ撮影の際とかやっぱ必然的に F2.8 のね本当は重くて嫌だったんですけども一眼レフ時代は、えー、第三元2.8クロス速興を使うためにねオートフォーカスの精度を上げるために2.8を使っていた次第でしたっていうところでやはり今後もね、あのー、RF レンズのズームっていうところも面白いですしおそらくは広角の短玉とかね広角ズームもかなりまあ10 11 1124とかが10ミリ台っていうね広角っていうのも結構大きくなっても 10, 10ミリ台の RF 広角っていうのも出てきそうな予感がしますよね。それをつけて APS-C 期が出たとしても実質そのまんまつけたら16ミリ換算で撮影できますよとかねそういった前玉がこうデメキンタイプでね あのそういったレンズもなんか出てきそうな気はするかなともう1435とか本当に今これね素晴らしいええ改造感っていうかねあのレンズ広角の今超広角ズームもキヤノン非常に作り方うまいですからこれもね RF1435 なんですけどもね本当にこのブリージングとかをソニーとは違うハードウェア上でねブリージングが綺麗にね出ないようにっていうね本当に美しい。 レンズあのレンズ作りっていうかねうまいんですよねシステム作りがね大丈夫かなはいよいし復活したはいというところでねえっ、ー、とまあとりあえずはその R1 が出てくる前提で長玉っていうのを用意しようとまあキャノンは基本的には今後ともフルフレームフルサイズでね運用していくような製品作りをやっていくのかなっていうところがね、えー、感じられる、えー 特許っていうところを、えー、感じた次第でした。というところでね。今日もスクワットのお過ごしください。西田航でした。どうも。